大幕駅は、京都府宇治市後化粧西の浦にある、京阪電気鉄道宇治線の駅及び、宇治市後化粧新海にある、JR 奈良線の駅である。両駅は隣接した敷地に所在しているが、両社それぞれに立地し独立した設備となっており、統合駅の定裁にはなっていない。駅番号は、京阪駅は k h 7五、JR 西日本駅は、j r d 零八。 京阪宇治線と JR 西日本奈良線がそれぞれ乗り入れている。両社の駅は敷地が隣接しているが独立した設備であり、連絡通路などの設備もなく、両社のホームの担同士は目と鼻の先にあるものの改札口は離れている。両駅間を徒歩で乗り換えるためには、駅北側及び東側の一般道路を L 字型に通行することになる。京阪の駅は、 ピタパ、JR 西日本の駅は、移行下の利用エリアに含まれている。両者ともそれぞれで対応する IC 乗車券で共通利用が可能である。相対式2面2線のホームを持つ地上駅である。改札口は上下線で別々に設けられており、改札内でホーム同士を行き来することはできない。どちらのホームも中小島寄りに改札があり、 中小島方面行きの改札には駅員が配置され企画乗車券の販売にも対応している。定期券売り場は設置されていない。物販については2006年6月30日に売店の営業を終了し、以降は飲料や新聞の自動販売機のみ営業している。案内サインは上記の通りであるが、上り列車は 中所島駅までの運転のため、淀屋橋、中野島線方面と出町柳方面へは、中所島駅で、京阪本線に乗り換える必要がある。なお、両、ホームとの有効長は5両。相対式ホーム2面2線を持つ、交換設備を備えた、地上駅である。港内配線が一線スルーになっていないため、快速は減速して通過する。かつては、 単式一面一線のホームしかなかったが、奈良線の輸送力増強のために1991年3月16日ダイヤ改正に合わせて相対式のホーム一面一線が新設された。上り出発信号機に対しては安全側線があるが、下りは仮想余裕距離が長いため設置されていない。日中は上下とも、奈良発着の普通と常用発着の普通同士が交換する。 宇治駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託している業務委託駅である。京都府統計所によると、1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅の東側は山が迫っており、その中腹には中国大陸からこの地に至った人間隆起を回祖とする大爆山満腹寺があるほか、高台を切り開いた住宅団地。 大爆台などの住宅地が広く所在している。一方、駅の所在する後が、小区は低地に位置しておりたびたび水害が発生している。第二に室戸台風で広範囲が浸水したほか、近年では1986年と2008年に床下浸水、2012年8月の集中豪雨では、東駅と三室戸駅間にある、 ケージバイパスとの交差部が浸水したことに伴い、同バイパス普通を呼び、東駅と小畑駅の間で交差する三田城川が、宇治川寄りの天井川の堤防が決壊し、住宅8戸全開、約500戸浸水、翌2013年にも、台風18号による浸水被害が発生している。1990年12月、JR 駅前に、バス乗り場が設置された。 停留所名は JRO 幕駅である。京都京阪バスが運行し、京阪宇治駅方面及び近隣の住宅地を循環する系統が設定されている。なお、循環系統を除き京阪宇治駅までは同一経路を運行している。括弧内は駅番号を示す。ありがとうございます。